こんばんは。ちょっとだけ。10分までやります。こんばんはか。こんばんは。なんか今日前髪ちょっと綺麗じゃない？さっきお風呂入りました入って前髪やった。いやオンリーワン、おつりーな。流れ星ありがとう。めっちゃ照ってる、真っ暗。あれ？これが一番暗いんだ。うん、ちょうどいい今日も可愛いですね、ありがとう。セブンネットで注文した生誕グッズ無事届いた。おお、みんなも、あ、じゃあ結構届いてるのかな。セブンネットの方が多いんだよね。じゃあ結構届いてるのではないでしょうか。みんな届いたらお手オリーナで届いた報告してね。しかし可愛い、ありがとう。なんかさ、リーナのビューラー消えたんだよね。結構これは危機だと思ってて、やばくない？ビューラー消えちゃったの、リーナのあのまつげあげるやつだから、マジで明日までに探さないとやばい金魚ありがとう。楽屋に忘れたの一票、それはない。だって昨日やったもん配信。それはないです。明日公演けどあるか心配ね。でも明日はやるらしい、開催予定。でも9月3日が怖いかもね。かな、いつ来るか分かんないからさ、台風ね。でも家の中にいれば安全なんだろうけど、どうなんだろうね。金魚ありがとう。今日もキャワキャワだね、ありがとう。ハートありがとう。いつも綺麗じゃないですかありがとう。大阪今日涼しい、愛知も今日涼しいかも。涼しくもないけど普通に過ごせるかもしれない。やっぱね、もう本当にさ、空がもう青くない、空がって感じですね。打ち上げ花火ありがとう。前髪切ったと見せかけてちょっと巻いてる切ったと見せかけてないけどね、別に巻いてます。普通にいつも巻いてるよ。でもたまに巻いてるけど巻きが薄くなってるだけな時がある。16周年コンサート3日間当選。え、なんか結構当選してる人多い。みんなおめでとう。赤ピンク白で応援してください。追加した幕張握手券今日届いた。早っ、めっちゃ早いね。明日の正午までだよね確か。7日の3部があと22枚だった気がする。
皆さん会いに来てください。待ってます。かわいい、ありがとう。夏が上がってなくてもかわいいよ。ありがとう。でもいつも上がってないんよ。いつも上げてるんだけど上がってない。すぐ下がっちゃう。打ち上げ花火ありがとう。ビューラー冷蔵庫の中、それは絶対にない。それはね、バカすぎる。ほどがある。前髪を自ら壊してったね。明日の髪型どうしよっかな。まだ、ね、悩み中。ビューラーは他の道具でどうにかならんもんな。ホットビューラーはあるんだけどね。でもやっぱビューラーじゃないと上がんないからさ。ホットビューラーは気持ちいい程度みたいなやつだから。髪型似合ってるよ、ありがとう。髪型かわいい。ほんと今日何もしてない。なんかもう一つ結びってやっただけだからなんかね、長く見える髪が。あれです、リボンの洋服。これリボンのやつ、夢の国に着てったやつ。朝もお昼も金魚食べてないとか信じられん。え、みんな金魚食べました？リーナだけだ。間違いする人もいないもんね。台風気をつけてね。それはこっちのセリフですよ、本当に。明日は東海道新幹線が計画運休。え、そうだよね、なんか新幹線がやばいって聞いた。だからね、遠くの人はちょっと夜行バスかな、わかんないけど、無理ない程度に来れる方はぜひ来てください。金魚ありがとう。ほらありがとう。台風の進み方によってはまかりいけない可能性ある。え、さすがに通り過ぎてない？さすがに。それを信じましょう。生誕グッズ受け取ってきた。着るの楽しみ。でも早い人は明日から着る人いるんじゃない？着れる人楽しみですね。ハートありがとう。札幌は30度だった。暑くない？暑くないか。あれ札幌ってもっと涼しくなかったっけ？ニーナが行った時もっと涼しいように感じただけか。30度十分涼しいもんね。ほらありがとう。ロケット花火ありがとう。カメコで当選したよ。おお、じゃあいっぱいリーナのこと撮ってね。託します。リーナの推しカメラ託します。よろしくお願いします。金魚ありがとう。ハートありがとう。スイッチで遊ぶこと多いの？え、全然。なんかね、見てみたの、スイッチのさ、何プレイ時間みたいな。そしたら全部さ、あつ森以外全部なんか少しだけプレイしたことがあるみたいな、なんか少しだけみたいな書いてあって、あ、計算できないほど少ししかやってないんだって思って、本当に私は貴重だなって思いましたね。でもあつ森だけはね、多分ハマってた時期があったんだよね。だから結構ね、4時間ぐらいやってました4時間でハマってんのやばいよね4時間プレイ履歴がありました。ハート流れ星ありがとう。ほらありがとう。あんまりコメントするとそろそろ覚えられちゃいそうだから気をつけよう。アイコンも名前も覚えてますよ、もう。ハートありがとう。追加分は申し込んだらすぐ発送される。そうなんだ。じゃあみんな今78の頼んでもすぐ届きますよ。ニアの可愛いお顔見れた、イエーイよかった、よかったです。ビューラーは唐揚げと一緒にあげちゃいました。あ、可能性あり、可能性ありですね、それは。ハートありがとう。ポニテールかわいい、ありがとう。そろそろ会いに行くしか。お、来てくれるんですか。やったね。人生は全ての出会いに感謝って書いてある。全ての出会いに感謝して、ぜひ会いに来てください。
運命なのでね、巡り会えたのは。ロケット花火ありがとう、ほらありがとう、ハートありがとう、声かわいい、笑顔かわいい、嬉しい。声ね、かわいくないですよ本当に。だから嬉しいです。ほらありがとう。計画運休に備えて6日に変更したよ。6日に変更？何をだ。今回の台風動く速度が遅いからね。ねえ、めっちゃ遅いよね、びっくりした。なんかこんな遅いんだって思って。ノロマなんですよ今回の台風なのに、めちゃくちゃ規模でかい。困ったもんですね本当に。金魚食べたことないのでリーナファン失格いやいや、そんなことないですよ。多分リーナだけなんで、金魚食べたっていう言い間違いをする人は。なんで大丈夫ですよ、そんなに暗く考えなくても。最近の北海道昔より暑い。それはね、北海道っていうか最近の世界ですよそれは。ロケット花火ありがとう。生誕グッズ未だに発送されない。でも北海道か沖縄かが一番遅そうだね。韓国とかだとどっちのが遅いんだろうね。金魚のとこにメダカ入れて数日、なんて読むのこれ、留守に、留守か留守にしたら金魚大きくなるで。ある夏休みの思い出、最悪どう考えてもさ、金魚とメダカ一緒に住めるわけなくないか。まあちっちゃい頃は頭がなかったんですね。金魚ありがとう、ほらありがとう、こんにちは。16周年は10月13の亀子席が当選。あ、じゃあやっぱり亀子は落選の人もいるんだね。やった。じゃあリーナ専属でお願いしますそれはもうリーナ探偵、リーナの名探偵でお願いします。こうやって虫眼鏡でね。ハートありがとう。あ、みんな見ました？名探偵のあれ、名探偵の YouTube、 あの2じゃないよのやつ見てくれましたか？真実はいつも一つのやつ。さっき半年前のショールーム見てたら可愛い声のリーナがいたわ。え？半年前？半年前可愛い声だった？本当に？あれ？やっぱ JC なんでね、まだ子供だったんですよきっと。あとありがとう。朝からチャーハンとか人気だなって思った。朝から脂っこいのつ、チャーハン脂っこくないよ。チャーハンは脂っこくなくないか。油使ってはいるけどさ、揚げ物じゃないじゃん。え、リナ、みんながいつも食べてるようなチャーハンじゃないですよ。なんかもっと油ぎっしゅじゃない。はあ、やばい、あと 20% しか充電がない。やばいやばいです。何の話してたかも忘れたわ。あ、そう、もともと 27% ぐらいしか充電なくて、あ、やばい、今回やばいかなって思ってたんだけど、あの、やばかったです、思った通り。何の話をしてたっけリナ。ね、ん？あ、チャーハンね、そうチャーハン、え、そんなチャーハンちょっと油注いでビューンってフライパンでやるだけですよ別に。ハートありがとう。オンリーファン雨ですね、雨ですえ、これどこも雨なのかな、日本全体雨ですかね今日。まだ劇場で公演での今年のリーナの生誕 T シャツみたい。見てないんよ多分ね、みんなね、みんながセブンネットなんじゃない、送料無料なんでしょ。まだ見れてないので見たいと思います。早く美和ちゃんかわいい、ありがとう。新幹線を前日の6日にしたんじゃない、知らんけど。あ、そういうことね。あ、
七の朝来ようって思ってたけど、余裕を持って6日に。おお、素晴らしい、賢明な判断ですね。いいと思います。気合い持って会いに来てくれると嬉しい。みんなも気合い持って78会いに来てくださいね。なおさん再び、なおさん卒業してから境に行ってなかったので、リーナで再び。え、全然似てないけどバッキバキな、じゃあ私はバッキバキなダンスをしたいと思います会いに来た時は柄悪い本性出てた動画、え、違う、あれ本性じゃないんですよ、演技です、演技、演技力ほぼ笑ってたけど、今でも子供、え、子供ですよ、別に、別に子供ですひめたんさんが台本の1枚目がなくて怒ってるやつ、そう、ないじゃないかってやつです。可愛い声のネタしてた、幅広くて面白い、 あれね、私カレンダの声もね、あれは出せないんですけど、ゆいちゃんとかならね頑張れば出せる気がするんですよあのリーナの心の中では可愛い声出せているつもりではいるんだけど、実際うーんって感じなんですよね。メイクレシピ見たいのでお願いします。え、そうメイクレシピリーナもさ、なんかやってみたいなと思ってたけどさ、みんなあんまメイクしないじゃん、だから見てくれないかなって思ってたんだけど、え、本当にちょっとやってみたいなとは思ってた。なんかハイアリーに乗ってみたいなんかさ X でさ、なんだっけ、私の後ろを消してくださいみたいな、後ろの人たち消してくださいみたいな投稿があって、でなんかみんなさ、なんかなんて言うんだろう、ちゃんと上手に消すんじゃなくて、なんか殺の方の殺すだったり、あ、間違えた、全部言ってた、殺の方の消すだったり、なんかちょっとその人物増やしたりとか、面白い編集しててあれいいなって思ったんだけどさ、みんなあんま流行りとかわかんないでしょ、だからさ、リーナが後ろ消してくださいとか言ってもさ、みんな真面目に消してくれるんだろうなって思ったからやんなかっただからまだね流行りに乗れてないんですよ私、だから頑張ってみたくはありますね正直。金魚焼きというたい焼きみたいなスイーツが存在する、え、そうなんだ、じゃあ金魚焼き食べたい、食べたことあるって言えばよかったのか、ミスった、二文字ミスりました。計画充電を、え、本当にそう、本当にそうなんですよ。小判かわいいスタンプありがとう、ハートありがとう、バキバキダンス期待してます、ちょっと期待されたら困るので、ゆるゆるダンスだと思って思ってきてください最悪下目に思っててください、で行ったら、あ、思ったよりバキバキに踊ってるって思ってもらえればほらありがとう、ハートありがとう。大富豪のセリフを聞くとリーナ演技上手だと感じる、本当声だけですよ声だけですよ、まあ、でも演技習ってたから、ジェスト特待生の時にできなくはないけど、上手かは知らんポニーテールしてくれてありがとう、一つ結び、やっぱネタを提供してリーナを笑わすのが好きだから、おー嬉しい、じゃあこれからたくさん笑わせてもらって、ん、笑わされてもらうます、打ち上げ花火ありがとう、ほらありがとう、おにいわん、でも一回小学生の時に劇みたいなのしたことある知ってるかな、リーナ行ったことあるかな、
なんかさ、水戸黄門やったことがあって、なんかカツラかぶってリーナが、カツラなんて言うんだろう、なんか安いやつだよ、あのプラスチックみたいなのかぶって結構本格的にねやってた時があったんだよね、演技学校でね、小学生の時に。なんかこれを見に来るのかみたいなやるじゃん、あれ見とこうもんで。でもリーナは全然その役じゃなくて、なんかねすごかったよ、ちなみになんかよく恥ずかしがらずにやれたなみたいな感じで、なんか本当にね、なんか何役、なんかお母さんみたいな、お母さん役リーナがお母さん役みたいなのしてたんですよ、水戸黄門のかな、なんか誰かのお母さん役をしてて、リーナが多分主人公、水戸黄門かな主人公、ちょっと知らないんだけどさ、もう忘れちゃったんだけど、そのお母さん役をしてて、なんか一回一人になる時があって、そのステージででなんか泣きわめくみたいな泣きわめくみたいなシーンがあって、一人で、しかもなんかそのカツラがさ、なんて言うんだろう、昔の女の人ってなんか前髪を後ろにしてお団子みたいな、大体わかるかな、想像してもらえば、前髪を全部取って後ろにして、こうやってね、後ろにしてお団子を作るみたいなカツラで、そういうカツラで、だからもうおでこハゲみたいな感じ、あのカツラだからジゲだったら、まあ、普通のお団子だと思うんだけど、リーナの場合カツラをかぶってたから本当にハゲみたいななってたんですよ、前から見ると。でそんなんで一人ステージ取り残されてね、泣きわめくみたいなことをしてたんですよ、すごくない？そんなんアイドルじゃなくてもできません、普通に小学生ならではだよね、小学生のリーナじゃなきゃできないことをしてたなって改めて思いますね親の気持ちが知れたもんじゃない、本当に恥ずかしいよ本当にねめっちゃ恥ずかしくない、なんか見てる側もなんか恥ずかしくないそれ結構面白いですよね、演技はいいけど台本のセリフ読めるか心配、あー漢字問題、あーそれは心配ですね私も。まあでもそういうのはさ事前に書いてくるやんね、町娘役、え、お母さん水戸黄門の名台詞、え、あれでしょ、これが目に入るのかシャキーンみたいなやつでしょ水戸黄門のお母さんってすごい年だと思う、本当に、え、わかんない、え、そんなに、え、リーナの体感的では30歳ぐらいかなとか思ってやってたんだけど、あ、おばあちゃん役当てられた感じですかね前髪いい感じ、ありがとう、頑張りましたハゲで泣くリーナ、そうだよ、え、本当にリアルハゲで泣くリーナ、映像残ってんのかな、見たくもないけど本当にやばかったですいろいろ欲しいんだろうね、ハゲは欲しいならない、まあそういう世界なんですよね、見とこうもんの、え、わかんない、全然知らずに演技してました、でも普通にさ台本覚えただけでも偉いよなって我ながらに思いますね、だってまだ小学生だよ、6年生とか5年生とかかな、多分5年生とかなんですけど、偉くない？なんかね家でなんかしながらひたすら音読みたいなのして覚えてました、なんかバランスボールに乗りながらみたいな、確かそんな記憶実はこっそり会いに行ったことあるんだよね、覚えなくてもいいけど、じゃあもう今度会いに来た時は堂々と会いに来てくださいね、78とかね、あの T シャツに名前書いてください、バーンって小学生時代のリーナも可愛いんだ、いや可愛くないですよ、水戸黄門役の子はカッカッカッと笑ってたの
いや多分ね笑ってなかった、そんなシーンなかったと思う。金魚ありがとう、打ち上げ花火ありがとう、セブンネットからのメール、台風の影響で生誕 T シャツの到着延期、まあそうなっちゃうよね、それは残念だがしょうがない、しょうがないですね、まあまだ届いた時は倍喜びましょう、キラキラ笑顔素敵にな、やった、練習風景が可愛すぎる、なんかバランスボールに乗りながら音読、子供の水戸黄門様が全国回る話ということにしておこう、そうですね、まあ、そういうことにしておきましょう、でリーナがなぜか泣きわめくみたいな、ドラマ出たいと思う、出たい、演技したいですね、私可愛い、ありがとう、助けて君郎みたいなセリフ多分なかったと思う、そんなね小学生用に多分塗り替えられてるからさ、台本がいろいろとね、多分ねそんな難しい言葉は使ってなかったと思う、明日劇場にいたら褒めてください、みんな偉いですよ、ということでスクショタイムのリクエストを取りたいと思います、何かある人挙手制何でも大丈夫です、小5のリーナの書いた謎のクマアンドロイドオーディションの時、あーあれリーナが書いたというか、なんかね なんかクマをクマを印刷して塗り絵しました、何のクマなんだろうね、わかんない、水戸黄門さんのスクショ、もうそれはさ顔とか知らんからさ申し訳ないんだけど、あのそんな事前調べとかしてなかったからさ、小学生でね、こんなんじゃない、こんなんだよね、なんかこれ上に入らぬかみたいな、これですね、服顔下手なんよりな、誰かの服顔をイメージしないとできない、叫び声聞こえた、下手なんです台風退散ポーズ、あっち行け、でもあっち行かれてもねもう来るからさ困っちゃうよね、あっちの人があの海に沈んでください、もう終わりそうですよ、10分までです、めっちゃイケメンだったよかった、あイケメンでした、超真剣、打ち上げ花火ありがとう、このもんどころこのもんどころが目に入らぬか、そうなの、そう、それが本題のセリフ、このもんどころが目に入らぬか、じゃあやっぱり簡潔にされてるわ、リナの記憶ではねこれが目に入らぬかっていうね漢字も含め9文字で会話してました、何をやっても可愛くなるね、よかったそうか、台風の影響でセーター T シャツ間に合わない可能性もある、そうなんだよ、まあでもそれはしょうがないね、自作でりなちゃんコメント見るとき画面近づくときがあるけど目悪いんですか、そうなんだよね、あの目はめちゃくちゃいいんですよ、あの本当にあのこれやるやん、右左みたいなやるじゃないですか、あのときもなんか
いつも完璧って言われるの多分全部合ってんだよね。だしみんなが見えないとこ見えるんですよ私だから目がいい人の中でも多分目がいいんだけどね、なんか話すとき話す対象に寄っちゃうんですよ、申し訳がないだから今携帯と話してるんですよ私。携帯の先にいるあなたですよ、あなたと話してるんですよ私は。あのこれ YouTube のネタバレです。あなたと話してるんですけど、ね、近づいちゃうんですよ。まあなんでそれはちょっとご了承いただいてよろしいですか。78もきっとねあのんってなっちゃうと思うのでよろしくお願いします。あしかもなんかリーナは耳いいんですよ。なんていうのめっちゃドンみたいな音とか音楽とかはすごい聞こえるんですけど、話し言葉が全然聞こえなくて人の、だから東海とかでんんって多分ね何回も聞き返しちゃうと思うんですけど、それはあのよろしくお願いします。あそういうもんなんだって思ってくださいね多分ねあれなんですよ、賑やかな環境で育ってきたんで、あのうるさい声じゃないとね聞き取れないんです私。田中美久ちゃんに似てて、え嬉しい、全然似てなかったけどありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いじゃんそれ、チャーハン作るポーズ、うん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 、こうやってねやりますよ。控えおろう、な何語はありがとう、オンリーバブ、あ嬉しい多分これで喜ぶのは私だけですね、ありがとうございます。もんどころは子供には難しいよな、いや大人にも難しいですよ。目に入らぬかはお供の人のセリフで肛門さんは言わない、えそうなのどんな記憶で生きてんだろうになって、お供、お供なのあれ。でもさ水戸肛門のさ一番印象的なセリフじゃないあれ、あれ主役じゃないんだ実はそれはびっくりですね。目いくつですか。あの目はね知らん、 A です。あの ABCD なんですよ評価が、 A です。だから、ね、昔は A で 何々みたいなあったかもしれんけど、今の時代は ABCD なんですよ。だからね何て何とかは知らないけど A です。自分では S って言ってますあれ A の上です、 A の上めちゃくちゃ目は良さそうでくさ、めっちゃいいですよ。ちなみにこっから見てもさ、え今うーんなんて言えばいいんだろう、物差し以上、物差しと15センチだから45センチぐらい今スマホと私の距離があるんですけど、全然今からでもね壇上の上の人のニックネーム見えてます。あの1位とかの下とかめっちゃ見えてますよ。こうです。みんなに見えないものまで見えるの、見えますよもちろん目がいいからトークのレーンに行ってるのもしっかり見てる、そうですよめっちゃ見えます、 あの人あの人だ、んあれの人だってわかります。みんなに詰められたらすぐに何でも話しちゃう、あ全部誤爆しちゃうってことですか。わざと小さい声で言って近づいてもらう作戦、最悪、聞き返しません聞き返しませんよ。31日以降の公演は中止の可能性あるって公式言ってるけど、明日はあるの、すでにめっちゃ雨だけど、そうなんだよね明日は多分あるんですけど、あるってことになってるけど、普通にメンバーもさファンの人もさたどり着けるかわからんよね劇場まで、だからそこはちょっとむずいですよね。目いくつ ?2 個、いや2個ですよ、2個ですよ、2個だけどその脅威があります。2個の格さんって言うんですね今日公園来たかったけどやめた、やっぱ大雨とかですか。スペシャルな目、そうですスペシャルな S です。16周年コンサート当選、おおおめでとう、赤ピンク白で待ってます、あ逆、赤シールピンん赤ピンク白を待ってます。リナ何でも知ってそう実はもうすでに JR 泊まってるとか、え知らなかった。さ新幹線もね泊まってるらしいんですよ。うん遠征民はね
厳しいですよね。ということで、微妙な時間なんですけど、今日は配信を終わりたいと思います。9月7、8会いに来れるのが明日の正午締め切りなので、ぜひ1、2、3部会いに来てください。7日の3部があと22枚だったので、競争してください。よろしくお願いします。明日も新幹線止まる、困っちゃうね。それはコンタクトメガネいらず。そうです。でも暗い時にスマホ触っちゃうことがあるので、ちょっと気をつけたいと思います。明日新幹線を使わずに名古屋に行く手段を考えてる。夜行バス、バイク、バイクありじゃないですか。でも疲れちゃうよね。まあ無事会えるといいですね。赤ピンク白を使ってうちわ作ってみる、ね、え、嬉しい。え、うちわ作ってみんな。うちわ作って、え、今回の16周年グッズってうちわあったっけ。確かなかった気がする。ふかわいい、ありがとう。歩いてでも行きます。歩いてくれんの。え、帝国で終わりそう。帝国、台風来る、帝国で終わる。おー、リーナちゃんに会えるのか。そうですよ。22枚か。取れないか。取れます。取れるので来てください。1、2分もあるのでね、皆さん。私の15歳最後、あれとかね、あれ、あ、愛のホログラムも最後です。スペシャルです。会いに来てください。ロケット花火ありがとう。この雨で夜行バスは怖すぎる。夜行バス怖い。ヒッチハイク、ヒッチハイクか。いろんな意味で怖いよね。無理せず来れる方は。バイクきつい。あ、確かに台風か。そうか、忘れてた。なんで止まってんのかを理解してなかった。え、どんだけ S なの。違いますよ。違います。私は R です。バイクは風受けると怖いから夜行バスがいい。なんかいろんな意見があって、愛のホログラムもいい曲、いい曲、めっちゃ好き。ドラえもんというよりかしかないな。かこれを目に入れるか。マイキーなら台風でもバイク乗る。あ、まあもちろん乗りますし、多分走ってでも行けますよ、マイキーなら。1から3番他に行くとこがあるので今回は入る。遠慮。え、なんで。それは一生許しません。一生根に持ちます。ということで、ありがとうございました。あ、やばい、あと 12% しかない。よかった、10%。あと 10% ですの通知が来なくて、何よりでした。明日の公演ね、多分あると思うんですけど、あっても、やっぱり行くのが難しかったりね、すると思うので、無理せず来れる方はぜひ来ていただいたらいいなと思います。かな。って感じです。78よろしくお願いします。適当にポーズ、うん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 、はい、バイバイ、またね。